薬島蘭和がアパストシーディは卵化植物に含まれる分類群の一つ。卵化としては花の形の特殊性が少なく、外見的にはほぼ放射総称の形をとる。二族を含む。いずれも大きくない多年生草本で茎は地上から立ち上がり、数枚の楕円形の葉をつける。花は茎から出た柄の上に水上につく。花は小さくないかと、 外下比角3弁、計6弁はいずれも同型。オスシベとメシベは基部で融合するが半ばから先ではほぼ独立している。卵花の特徴は特に花の構造が特殊な点に見られる。卵花の花の先素形は内外各3枚の花比と、やはり内外2列3個ずつ計6個のオスシベを持つものであったと推定される。しかし、 一般のン歌ではそれらはそれぞれに形を変え、特に花びらの一つが大きく変化して、新弁となり、それを中心に左右対称な花形となる。また、おしべは、新弁の反対側にある外一内二の三つのうち一つ、内し二つが残り、めしべと融合してずい柱を形成するなど、ここでも、左右相称の形になる。また、花粉は集まって、花粉界を形成する。 薬ラン赤のものは、このような蘭化の花の特徴を外見的にはほとんど持っていないのが特徴である。6枚の花碑はほぼ同型で、新弁が区別できない。そのため外見的には、花の形はほとんど放射奏症である。オスシベとメシベは、基部で融合するのみで髄柱を形成しない。スシベは3個とも存在し、薬ラン族ではそのうちの一つが花粉を生産しない。 カリオスシベであるが、ウミディアでは三つともに、ミノル性がある。また、花粉は、花粉界の形を取らない。さらに、中東も三月する。しかしながら、薬ラン族の花を話しきずにした場合、厚森相族のそれと同じになり、花の基本構成が、ランカのそれであることがわかる。アパスタシアワリシアクシマランの基本変質つまり、このタグリの花は、 卵化の中で祖先の形質を非常に強く残しているものであり、原始的な特徴を有する群であると考えられる。分子系統の情報では、この類は卵化の中で最も早くに分岐したことになっており、これ以外の全ての卵化の群に対して姉妹群をなす。また、卵化植物は均衡を持つことが古くから知られていたが、現在では、 ほとんどの皮脂植物が菌根を持つことが知られる。ただし、そのほとんどがグロムス菌類との共生になるものであるのに対して、卵化植物のそれはほとんどが単子菌類である。これは卵化植物の重要な特徴と考えられているが、この類の卵も菌根を持ち、やはりそれが単子菌類であることがわかっている。このことは、この類が 卵化として同じ単系等群に含まれること、及び卵化が分化した極初期に強制菌の交代が行われたことを強く示唆するものである。なお、卵化植物において放射奏症の花型を持つ例は他にもあり、例えばオーストラリアのテディミトラ属クズオレミトラは、学編も花弁も新弁を含めて、ほぼ同型のため、同じ形の六弁が放射状に配置した形である。 しかし、随中は完全に卵化のそれを持ち、この花形は二次的なものと考えられる。これを薬師マランカアパスタジアッチとして独立化とすることもあったが、普通は卵化の赤として扱う。この赤には以下の二族のみが所属し、いずれも東南アジアを中心に分布する。日本には薬師マランアパストーナワリシバリエーション、ニッポニカ一種のみを算する。 ありがとうございます。